今回挑戦するのは一番くじ馬娘プリティダービー9段。劇場版新時代の扉からメインキャラ3人がフィギュア化。 D 賞含め8本と貴重な上位賞、大本命だがゲットできたら超大穴だ。海将軍に沈んでもアクスタメタルコースター、カラビナラバーチャームと安心の副賞、ガチガチの銀行レース、栄賞差し切れるか、心のクラシック三冠レースに挑め、よろしくお願いします。みなさんこんにちは、アオクエ TV のアオイです。かわおもーい。さあアオイさん、今回は何回挑戦したのでしょうか。親子3人一発勝負、合計3回挑戦しました。それでは早速引いてる様子をご覧ください。さあ始まりました。今回は劇場版も好調な馬娘でございますよ。はい、馬娘はね、いまだに我が家ね、実はフィギュアゲットしたことないんですよね。はい、なのでね、ぜひね、 A 賞のマンハッタンカフェ、もしくはね、 C 賞のジャングルポケットあたりゲットしたいなと思うんですけれども、青井さんのね、引きが今 B 賞にね、集中モードしておりますので、アグネスタキモン、こちらなんかも、ね、出るといいかななんて思っております。はい、いつも通りね、パパ、ママ、青井の順でフルロット挑戦となりましたよ。はい、パパ、ママもね、少し停滞気味なのでね、ここで勢いつけたいところですね。まずはパパ、あ、G 賞に沈んでしまいました。うーん、ママにね、希望を託したいと思いますよ。ママ頑張って。カラビナはいい、ママも仲良く G 賞。これは頑張るしかないのか。ね、全ては葵に託された。最後にね、かっこよくビシッと決めてください。頑張ります。カラビナはいい。ビシッとワンランクアップで終了でございますね。まあね、開封見ていきたいと思いますよ。はい、結果発表です。 G 賞アクリルカラビナ、ママとパパがゲットしました。 F 賞ツインメタルコースター、私がゲットしました。はい、少しね、寂しい、結果となりましたがね、開封いってみたいと思いますよ。はい、まずはね、G 賞アクリルカラビナ、こちら全9種類ですね。うん、カラビナとしてはアクリルって結構珍しいかなと思います。うん、ただね、耐久性は厚さもあるんでね、そこそこありそうなカラビナとなっておりますね。はい、うんうん、でね、絵柄がね、今回ね、カラビナが一番良かったんじゃないかな。うん、葵のね、好きな帝王ね、それと私の好きなライスシャワーね、こちらゲットできましたよ。はい、うん、嬉しい。うん、まあね、ライスシャワーはね、私はね、実際の大間さんの方がね、好きなんですけどね。ただ馬娘のね、中のライスシャワーもなかなかね、可愛らしくて好きですよ。うん、ね、ご飯ね、一生懸命作ってくれるんだよね。うん、葵もね、帝王好きなんですけど、帝王のね、景品なかなか当てることがなかったので、うん、まあ、あるのはね、嬉しいよね。はい、うん、なんかね、使ってくださいよ。それね、あのカラビナなんでね、いろんなものね、はめたりできますしね、引っ掛けて持っていくことも可能ですよね。はい、うんうん、実用的なものというよりはやっぱり、うーん、まあ、ワンポイントっていうことかな、アクセサリーみたいな形で使っていくのがいいのかななんて思いますね。うん、
そして、我が家のね今回の最上位賞になりますね、葵さんゲットでございます。 F 賞のツインメタルコースターでございますよ。はい、そうですね、ちょっとこちらの方はあんまり推しのキャラはいらっしゃらなかったんですけども、テーマオペラを青にしてみましたよ。うん、うん、まあね、絵もね、あのチョコノッコの絵でね可愛らしいんですけどね。はい、もう一枚のね方も可愛らしいですね。うん、うん、うん。我が家でツインメタルコースターっていうと鬼滅以来かな、ゲットしたのね。うん、結構珍しい景品になるんじゃないかなと思っておりますよ。はい、まあ、今回ね少し残念な結果にはなりましたけれども、まあ、カラビナとかはね良かったし、葵もね、我々よりワンランク上のねものでね、ちょっと面目は保たれたかなという感じですね。うん、どうしてもねうちね3人でやるとね、3人でやるんだけどこう師匠かぶるよね、誰かしらがね、うん、そんなね仲良し親子の一発勝負対決でございました。はい、解消なんであんまりコメントなくて申し訳ない。話すことがあんまりない。以上開封編でございました。ございました。今回は一番くじ馬娘結果報告開封編をお送りしました。それでは青さん、今回のくじの感想をお願いいたします。はい、今回上位賞取れず終わってしまった、悔しい。悔しいね、尺も足りないよ、うん、これ5分ぐらいの動画になっちゃうよ。次回はね頑張りたいですね。はい、パパとママも頑張りたい。頑張ってください。はい。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は一番くじドラゴンボールを公開する予定です。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。